皆さんこんこにちは崎光竜です今回はですね戦艦ヤマトについてお話ししていきたいと思いますどうして戦艦ヤマトかといいますとですね7月26日にアルキメデスの大戦という映画が公開されました菅田将暉さん主演の戦争映画ですねこの映画及び原作漫画で大きく取り扱われているのが戦艦ヤマトなんですね宇宙戦艦ヤマトのモデルとなり数多くの映画に登場してきた戦艦ヤマト今日はこれを扱っていきますよろしくお願いいたします まずこのヤマトの大まかなデータなんですけれども、えー、昭和12年1937年に建造が開始されますそして1941年昭和16年に竣工完成しております昭和17年1942年の6月に行われたミッドウェー海戦でデビューを果たしますその後マリアナ沖レイテ島沖などの数多くの海戦に参加しておりますが 1945年昭和20年4月7日九州棒岬の戦闘で沈没しました、えー、戦存者269名に対しまして死者は2740名にまで上りましたそして全長なんですけれども全長は2 6 3メートルもあります幅が3 8 9メートル、出力は15万3553馬力と鉄腕アトムの10万馬力よりも強いことになりますね そして最大速力十27.64ノット航続距離はですね最大速力ではないんですけれども1万3 3 3 4キロまで進むことができますなんでこの戦艦ヤマトが作られるようになったかと言いますとですね日清日露そして第一次世界大戦の後にですねワシントン海軍軍縮条約そして二度にわたるロンドン海軍軍縮会議という、まあ、軍条約や会議に参加しております日本もこの世界各国と同じように 条約や会議に参加しているんですね。この海軍軍縮条約会議というあの文字の通りですね。その軍事力がぐぐぐっとあの抑えられるあの内容になっております。やはりこれにはですね、日本はかなり反発をするわけなんですね。実際、この条約、ワシントン条約の後にですね、日本はですね、アメリカの6割ほどにまであの軍事力を減らされております。そそしてその他にですね、 えー、要塞の建造の禁止だったり巨大戦艦の建造の禁止なども盛り込まれておりましたただこれやはり日本は反対してもうちょっとあの色をつけてくれないかと自直談判するんですね一応理由としましては自国の防衛のためにもう少し戦力を増やしたいというふうにアメリカやイギリスに直談判をするわけなんですけどもこれは却下されましたでその後にですね1933年日本は国際連盟を脱退しております それと同時にですね、条約や会議の内容は日本は破棄をするわけですそして1938年この1938年という年はですね、そのワシントン海軍軍縮条約の条約の期限が切れる年なんですねつまりこの期限が切れてしまうとアメリカやイギリスはですね巨大戦艦の建造ができるようになるわけです 日本はこのままではまずいと思いましてその条約が切れる1年前の1937年に巨大戦艦の建造が開始されるわけなんですそれがヤマトだったんですねちなみにヤマトはですね名前の候補が2つあったというふうに言われております1つはヤマトでもう1つは信濃という名前になる予定でしたただこれはあの昭和天皇の決定により日本そのものを意味するヤマトという名前に決定しましたでこの大和なんですけれども、実 あの九州の棒の岬の戦いで,ですねだいたい2時間半で沈んで最,あの最初の攻撃に当たって2時間半で沈んでるわけなんですね結構短い間で沈んじゃってるわけですなんでそうなってしまったかと言いますとですヤマトはですねあまり防御力にあのあの力を入れている戦艦じゃなかったんですね攻撃力戦闘力にあの重点を置いた戦艦でしたなんでそういうふうな作りになったかと言いますとですねあの 日露戦争いや第一次世界大戦の戦の際にですねの総力戦によって各国が総力戦で戦をしておりましたこの総力戦によって戦争が何年も続くという形になったんですねつまり消耗戦がかなり長く続いてこ結果国力が疲弊する結果になってしまったわけですそうなってしまうそうなってしまうとですねあの日本ただですね日本当時の日本は借金まみれでさらに世界恐慌の波をあのものす直撃していたわけですから これ以上の国家消耗はできないということで,ですね、短期決戦及び一発勝負を狙ってですね、攻撃力に力を入れて作られたわけなんですねなんですけれども、えー、戦艦ヤマトができた時にはですね、もうどちらかというと巨大戦艦の時代ではなかったもちろん第二次世界大戦太平洋戦争においても巨大戦艦は大いに活躍したわけですけどもそれ以上に活躍したのが飛行機だったんですね実際ヤマトはですね えー、386に及ぶ米軍の飛行機の攻撃を受けて2時間半で沈んでるわけなんですねもしこれで攻撃力だけじゃなく防御力も適していたら、まあ、歴史にもしもはないんですけれどもどうなっていたのかなってちょっと想像が膨らむところですねというわけで今,日今回の動画はこれで以上になります次回またお楽しみによろしくお願いいたします